田中角栄は日本の政治家、新潟県の貧しい農村部で生まれた角栄は夜間学校を経て田中土建工業を設立。戦後、政治の道に進むと1947年に衆議院議員に初当選、以降16期連続での当選を果たす。知識や情報を徹底的に暗記する努力をしながらも、自分の意思を通す実行力を備え、コンピュータ付きブルドーザーと称された。さらに、気配りや金権政治にも非常に長けており、党内、官僚、支援者から熱い支持を得て出世していった。1972年に総理大臣に就任すると非エリートからののし上がりを今対抗と称され親しまれる。この頃には8000枚の年賀状が面識のない有権者から届いていたが、全てに目を通していたという。高い人気を誇った一方で、日本列島改造論の頓挫と経済政策の失敗で支持率が低下。また政治スキャンダルも浮上する。退任後は戦後最大級の汚職であるロッキード事件で収監。死去から30年経つ今もそのずば抜けた政治力とカリスマ性を評価する声は止まない。